はい、はい、おはようございます。おはようございます。今日はあの若いやん、この場所が若いやんって言ってますけど、若いやんってあの平和の輪に海、うん、はい、そして有利と書いて若いやんって言うんですけど、素晴らしい場所。この家を建てた時にまあ家の私の、まあ、自宅ではあるんですけども、うん、同時にここにそういう様々な人が集まって、海の近くで集まって、うん、こうダイアログしていく、まあ、豊かな世界を作っていこうという考えが浮かんで、それが16年前、うん、おちょうど前ですね。今日ここでさまざまな豊かな人が集まってこう場所を豊かにしていただいていると、はあ、そういうあのチャンスをいただきました。ありがとうございます。こちらこそ素晴らしい場所にいただきました。ありがとうございます。シーザーもあるし空気がいいですよね。そうですね。今日はあの、ニューワーク、ニューワークス、ニューワークスの2人、はい、でステファンさんとカッシーさん。カッシーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はあの演物の、ミヒと申します。よろしくお願いします。ミヒさんよろしくお願いします。はい、ちょっとあの豊かにあの話をしていこうかなと思うんですけど、はい、まだちょっとこう最初ちょっとチェックイン的に、はい、今日どんな感じの気持ちかなと思って、はい、ステファンさんから。はい、そうですね、あの誘っていただいてありがとうございます、はい、あのまあ、今日はあの台風のあといい天気だし、うん、あのあ睡眠よくできて、ちょっと朝はちょっとヨガして、あの穏やかな感じです。ありがとうございます。じゃあカシーさん。はい、いや本当に晴れ晴れ、台風一過のあと、素敵な5月、一番その暑くなる前のすごく穏やかな季節に、こんな素敵な場所にご招待いただいて本当に嬉しく思ってます。朝あの名古屋から移動してきたんですけども、みんなまあゆったりとあの動いてるし、子どもたちも修学旅行のシーズンなのかいろいろこう出たり入ったりされてたので、あこういう季節なんだなというのを改めてあの移動しながら感じてこちらに参りました。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私はですね、あの今日はあの私が仕事とは別に準備している禅 2.0 という今年の10月に行われてたあの禅とマインドフルネスの国際カンファレンスがあるんですが、うん、そちらの登壇者を今スケジュール調整しててですね、うん、朝8時からあの朝一会議をして、あのだいぶ面白い登壇者がまあ揃ってきたというところで。うん、あのまあ、これからどんどん追い込みになっていくんですけども、楽しみですね。あの毎年あの私もう56なんですけど、56歳の親父でも毎夏青春するみたいな感じ、ここにかける甲子園みたいな感じでやっていく感じなのでこれから甲子園に向かって、はあ、進んでいこうということでやっております。エネルギッシュですね。はい、はい、で今日はあのちょうど非常に、ね、あの近いようなお仕事をしている方たちがちょっと集まっていただいて、まあ、私きっかけは私が鎌倉のカマコンという団体に所属していた、そこにあのステファンさんがジョインされてきて、うん、ちょっと仲良くなって、なんか話をしてたらあの割と近いような仕事をしてたので、うん、なんかいろんな可能性をちょっと対話してみようということで今日は集まっていただきました。特になんか大きなテーマというのはあんまり考えていないんですけども、まあ、今いろんな激動の、ね、時代、戦争もあるし、さまざまな AI を中心としたテクノロジーの急速の進化とかですね、まあ、そういった中で、この、まあまあ、ビジネスパーソンだけではないと思うんですけども、この現代に生きる現代人たちがどういうふうなあの思考性を持ってこう生きていくと、より生き生きと輝いていけるのかなっていうことを中心にちょっとお話をちょっとしていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、お互いにちょっとどういうまずお仕事をしているのかというところから、ま、あの紹介していただきたいんですが、はい、ニューワークさんの方からどういう活動されているのかっていうのをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、私はあの元々ドイツ人ですね、はい、あので IT 人間で、あのドイツの動画の配信会社、うん、動画配信会社で働いてて、うん、でその時はあのアジャイル勉強しました、うん、でそしてあの
あの日本にいてあのドイツ日本の IT 企業はあのちょっと働いてその会社はコミュニケーションの問題が、うん、大きかったですね、うん、でそしてあの社長と一緒にドイツに行ってその動画配信会社であの訪問してで彼はそのアジャイルの働き方を見て、うん、彼はすごく印象を受けて日本に帰ってあのこれ私の会社も欲しいと言いました、うん、そしてあの私と二人通りはあのベルリンに行ってあのマネジメント 3.0 というあの2日間のワークショップ参加しました。 マネジメント 3.0 マネジメント 3.0 はい、はい、あのこれもあのアジャイルの一つの手法です。であのまあ単純に言うとあのマネジメント 3.0 はあの古いのマネジメント法です、うんうんうん、トップダウンマイクロマネジメントとか、うんうん、ヒエラーキーが強いなマネジメント法、それはあの普通と思いました、うんうん、だからそれも新しい方法を学んであのみんなマネジメントできるようなマネジメント法ですね。でワークハッピネスも大事し、うん、そしてはすごくあの私の考え方が180度変わって、うんうん、あの日本に帰ってそれはあのその会社にちょっと導入しました。はい、そう日本に戻ってあの、うん、そのマネジメントあのアジャイルトランスフォーメーションコーチとしてあのマネジメントセンターゼロとアジャイルちょっとその会社に導入しました、うん、でその時はあのもういろんなワークショップ開催してで例えば一つの問題はその会社のコミュニケーションだったんですね、うん、だけど一回ワークショップやってみんなあの風船に書いてもらって、うん、あの仕事は何で楽しいか聞きました、うん、でみんなあの風船に書いて株に貼ってすごく盛り上がって、うんまあ、そういう時はそのファシリテーションの力分かりました。だからそれは私も楽しかった、うん、で多分私の生きがい見つかりました。じゃあファシリテーターになりたいと思いました。でその契約終わってちょっと調べて、うん、日本はその時はマネジメントサポートファシリテーターがいなかったんです。ドイツはもう20年ぐらいいました。世界中でもう300年ぐらいいましたけど、ね、日本はまだ誰もいなかった。だからなんで日本にその素晴らしいものが教えない人がいないですね、はい、ちょっとなってびっくりしました、うんうん、そしてじゃあ OK 私そのチャレンジやりたいと思いました。で2016年自分の会社設立してニューワークスという会社設立して、うん、でマネジメントのファシリテーターになりました。で、そうね最初はあのちょっとあのまだマネジメントはそんなに知ってる人はいなかったからちょっと大変だったけど、うんまあ、今もあの日本は20人ぐらいファシリテーターがいます。で、まあ、まだもう2000人ぐらい、うん、あのマネジメントに教えてもう約300ぐらいのワークショップ開催しました、うん、でだけどマネジメントだけじゃなくてあとはそうリーンチェンジマネジメントというリーンチェンジマネジメント、はい、それもあのマネジメントの同じあの家族みたいな感じでエコシステムでいたものです、うん、あのまあマネジメントはまああのまあ、マネジメント働き方の方法ですね、うんうん、だけどどういうふうにそれは導入することができますか。少し入ってるんですけどあの具体的に入ってないからあのリーンチェンジメントがあります。それはもう勉強してあのこのワークショップも提供します。あとそう例えばあのコロナの時代もあのリモートワークのワークショップも提供して、うんうんしました。あと生きがいですね。そう、生きがい。そう、ポール・ドンカスというオランダ人、はい、もう生きがいのカードゲーム作りました。うん、それは、彼も一回誘って、うん、で一緒にもいろんなワークショップ開催しました。うん、NHK のね、ニュースでも出たよね。そう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 。あ、そうなんです。で生きがいはもうその時勉強して、あ、それもすごく面白いと思いました。それはちょっと共通点です、うんうんうん、共通点ですね。で、そうですね、まああの今全部のストーリー見て今2024ですね、もう8年ですね、そう全部あのゲームが入ってます。ゲーミフィケーションですね、うん、そうマネジメントも楽しくできます。でゲームによってあの習慣導入することができます。あの働き方変えることができると思います。例えばモチベーションのカードゲームがありますとか権限以上のゲームがありますとか生きがいのゲームとか
いっぱいあります。ゲームセンター、私たち今言われてます、マネジメントゲームセンターで、昔は、マネジメントセンターのコミュニティのミートアップでありました。まあ、勉強会で、うん、はい、そう、私はもうコミュニティが大事と思いますから、毎月もコミュニティの勉強会とかイベントを開催します。それはコロナの前だったんですね、2018年だったんですね、はい、その時あって、で歌詞のストーリー、はい、そう、歌詞のストーリーお願いします。はい、僕は前職 JT で、はい、JT、はいはい、スイスに赴任をしてました、はい、で会社全体をそのアジャイル導入っていうか、うん、アジャイルに変えろっていう指示が来たので、急に変えるか変えろと、まあ DX をやってたので、はい、まあ、アジャイルが必要で、はいはい、で IT 部門はやってたんですけど、営業とか調達とか総務とかいろんな部署にマネジメント 3.0 を入れなきゃいけないっていう、まあ課題があったので、これどうしようかなって悩んでた時に、マネジメント 3.0 を探して、まあ、ゲームでやれば、うんうん、営業だろうが総務だろうが誰でもできるっていうふうに思ったので、これがいいなと。で自分でも受講して、ロンドンで受講して、でその時やっぱりいろんな大企業の方もいらっしゃったし、 NPO の人もいらっしゃったし、やっぱり街づくりとか人をつなぐとか、そういう、あ、アジャイルでやるというよりはどちらかというと、どうやってこう人の関係性を作ってコミュニケーションを良くしてイノベーションを起こしていくんだみたいな、まあ、アジャイルの持っている本質的なところをしっかり、海外の方が一緒に勉強して、でそこにはやっぱり日本のトヨタ流の、手張りとかいろんな言葉をもう海外の方も使っているので驚いて、で日本人だから説明しろとかいろんな話も振ってきたりしてでその時にステファン、ドイツ人が日本でやってるよって、えっていう話になって共通の友達がいて、帰ってきたら、スイス赴任帰ってきたら彼と会ってとってもいいねっていうことで、まあ、前職 JT でもやってもらって、その場にオープンでやったり社内のみんなの認定を入れたりしながら、ミックスしながらワークショップをして、まあ、私定年退職2020年なんですけど、うんうん、まあ、そこからも一緒にやっていて、でいろんな大企業の人たちにやったり、今だとトヨタさんとか NTT コミュニケーションさんとか楽天カードさんとかいろんなところにこうやってるんですけど、やっぱり実践していくっていうのはすごく難しいので、うんうん、まあ、フォローアップしながらコミュニティ作りながら、まあ、展開してるっていうのが今の段階なんですね。なるほど、はい、じゃあ日本でスタートしても8年ぐらいですか。そうですね、16年からだと、そうですね、8年で私たちやったことは、うん、19年とか、うん、でも8年でそこまで浸透してるのはすごいなと思いますね。あ、ありがとうございます、ね、なんだっけ、トヨタさんとか、まあ大きい会社ですね、通信会社とか NTT コミュニケーションさんとか、はい、まあ、全部をねこう展開してるというよりは、うん、始まってるっていうのがまだまだ会社の中にはで気づいていただいてるっていう感じにはなっていますね。素晴らしいです。じゃあ僕らのやってることも少し、ジェンスクロールで教えてください。始めきっかけとしては、2009年ぐらいにリーマンショックっていうのがあって、でその時に私はある企業の役員をやってたんですけど、そこの一応まあ上場担当みたいな、まあ、その収益の柱みたいなのをやってたんですが、それが一気に止まっちゃって、まあ、上場できなくなっちゃったんで、ちょっと給料高かったんで、うん、高い方からやめてくださいって、まあ、やめさせられて、で9年間ずっと夜も昼もなく、まあ、働き詰めの、まあ、ベンチャーの生活だったんで、それでも一気にメンタルダウンしてしまって、でまあ、いわゆるうつの状態に入ってしまったんですが、そこから自分自身の心をどうやったら回復できるのかなということで、最初精神科とか行こうかなと思ったんですけど、うんうん、なんかそのドラッグアディクション、そういう向精神薬の中毒みたいにはなりたくなかったんで、ちょっとこの今のね後ろにあるこの奥に日本間があるんですけど、そこにこもって座禅を始めて、うん、まあ、YouTube の動画を見ながら座禅を学んで、うん、で3ヶ月ぐらい経ったら
あのそれまではあのベッドから起きられないような状態だったんですけど、うん、朝なかなかでも割とある日急に体が軽くなってて気づいて、うん、あそれでもうだんだん良くなってきたっていうの分かったんで、ずっとまたさらに座禅を続けていった中で、今度自分の新しい事業っていうアイデアがどんどん座禅中に湧いてきたので、うん、それをもってあの起業をして、で起業するときにあの一緒にリストラをされた宇都宮さんという方も誘って、うん、その当時まだできたばっかりの 3D プリンターとかレーザーカッターっていうのが、うん、まあ、一般の市場にも流れてきて、一般の人でも物を作れる時代になったので、うん、そういう人たちを支援する会社として、縁物という会社を作りました、うんうん、で彼らはあのいわゆる3D プリンターとかレーザーカッターって技術はあるけども、あのいわゆるこう発想の部分っていうのはなかなかあの、うん、いいアイデア、ビジネスアイデアとかいいプロダクトのアイデアってなかなか取り出しづらかったので、それを支援するという意味で、あとはまあ、 あのアイデアが出てきて試作品を作れたら今度量産にしないといけないんですけど、個人でやってる場合量産できないんで、僕らはその前の会社でたくさんの町工場とつながっていたので、うん、そこで量産していこうっていうような、ん、そういうビジネスアイデアが座禅中に湧いてきて、でそれをずっ と、2009年から、まあ、今年で15期目でやってます、うん、でその最初はその個人向けのワークショップだったんですけど、途中から、いわゆる町工場中小企業の経営者の方が受けるようになって、でその中で、最初はこう瞑想っていうのを取り入れてはなかったんですけども、うん、途中から あるその枠が急に空いちゃったんで、うん、そこに、プログラムの中に瞑想を入れたところ、一気にたくさん の製品のアイデアが湧いてきて、あこれって私が以前座禅の時にあのいいアイデアに巡り合ったのと同じことが起きたっていうことで、うん、でそれ以降たくさんの卒業生が卒業していって、まあ、中には今空飛ぶ車って作られている、うん、スカイドライブって会社を作られたすごく急成長してますよね、福沢さんっていう会社、福沢さんっていう方が卒業されたりとか、あとは世界的なマインドフルネスの、ワークショップで、まあ全イーティングっていうのをやってる方がいるんですけど、うん、その方のプログラムはそこから生まれて、それが今 Google とかアメリカの方のマッキンゼーとか、うん、アクセンチュアに左右されたりとかして、うん、かなり有名に知名度上がってる女性の卒業生、桃井さんっていう方がいらっしゃったりとか、うん、どんどんそのどんどんなんか僕らが思ってるのもないような発展の仕方をたくさんの卒業生がされていて、ちょっとこう信じられないというか、うん、2ヶ月ぐらい前だったかな、イギリスのなんかウェブサイトで、うん、注目すべき日本のスタートアップ10社っていうのが発表されたんです、うん、その中で、その中の10社のうち2社が僕らの卒業生の、うん、わーすごいですね会社だったんで、トップ10のね、うん、そのだって200人しか卒業してないのに、うん、なんでそんなランクインするのみたいな、うんうんうん、なんかそこには僕ら自身も気づいてないようないろんな人間の可能性をこう発掘するような何かが引き出してあげたんでしょうね、なんか、まあ、引き出したって記憶はあんまないんですけど、うん、結果としてそうなっちゃったっていうことなんですけど、なんかその瞑想を使うアプローチっていうのは非常に効果的なんじゃないかと思って、うんうん、でまあ今そのさらにそのやり方を日々トレーニングっていうか、うん、修行してるっていう、高めていらっしゃるんですね。そんな感じのことをやっています。ありがとうございます、はい、このご縁もね、なんか不思議なご縁ですよね、うん、はい、まあ隣の人に住んでいますからね寿司と鎌倉ですね、近いですね、寿司と鎌倉近いですよね、はい、でちょっと今回は割とその大きなテーマとして、うん、さっきちょっと思いついたテーマとしては、最近その AIっていうのすごい進化してきていて、で、数日前にあるニュースで見たんですけども、チャット GPT の4が一般の証券アナリストよりももう高い能力パフォーマンスを出すっていうことが、
研究発表されてたんですね、うん、でその業界で一生懸命もう何十年も知識を、蓄積している証券アナリストよりも超えちゃったんですね。もうその若い新入社員でもそれ使っちゃうともう超えてしまうっていうことが起きたりとか、まあ、それと似たような現象が例えばこれから起きてくるのは例えば法律のリーガルの分野とかあと税理士さんとか会計士さんとか、はいはい弁理士さんとか、はい、まあなんとか市っていうところにも多分同じような効果が資料の方ですね、はい、が出てきたりとか、まあ、それ以外のクリエイターの方でも絵を描く、ねうん、イラストレーターでも今生成 AI ですごい絵が瞬時にできたりとかと、ソラっていう動画の生成 AI を使うと、うん、もう1分ぐらいのビデオクリップはもうそっちの方が本当に数十分で生成されちゃう、はいね、そうするとその今まで何十年とか、ね、かけて蓄積してきた人間の能力を一瞬でこう超えてしまうってい こう時代になった時に、じゃあこれからのにビジネスパーソンとか人ってどういうふうに、どういう方向で生きていくと AI と共存して社会を豊かにできるのかなっていうことをなんか今日話してみたいなと、あ、はい、ちょうどお二人がいらっしゃるっていう、はい、そうですねというところを考えてるんですけども、なんか ご意見とかもしあれば、まあそうですね。どうあの AI でワークハピネスが導入することができますですね。うん、私たちはまだ使ったことがないね、あのワークショップとか、あ AI、うんまだですけど、うん、やっぱり。どう思いますか。僕前職 JT 辞めた後に LPO 行った時に、はい、日テレメンバーも使って、組織開発とかやってますけど、うん、コーチングとかワンオンワンはもう AI の方が的確な、うん、で今だとウェルビーイング のイベントにも参加すると、はい、日立のそのワークハピネス、うん、矢野さんあたりが、はい、要するにその山口さんなり矢野さんなりそれぞれのこう持ってるキャラクターと教える本を全部 AI に組み込ませ、はい、でその結果その人が言うフィードバックというか知恵というかそれを返してあげてワンワンサービスをクラウドで提供する時代、うん、なのでもう完全にこの人の支援とかも、うんうん、もしかしたら壁打ちしてる人なんかもいると思うんですけど、うんうん、コーチングとか組織開発も全部 AI に変わるだろうっていうのを、うん、非常に感じてます。でこの間 ATD でそのアメリカで、はい日本水でやられたやつなんかも AI の話はもうすでに ATD って言うと何なんていうんですかね、人の育成をするアメリカの、うんまあ、団体の参加者1万人以上とかそういう大きなイベントで、うんまあ、HR テックだったりいろんな人たちも集まってくるし、もともとやっぱりこうどうやって人を育てるのかみたいなことをやっている団体で、学びに日本人もかなりの数行ったり、はい、そういうような大きなイベントがあるんですけど、そこでもやっぱりテーマとしてはで AI の話もあったり、今みたいに AI ではできないところをどうやって融合していくのかっていう議論もされている中で、うんうん、私たちが考えなきゃいけないのはやっぱり AI というテクノロジーで、テクノロジーって何だろうっていうところがやっぱり最終的には私たち自身がもう一回取り戻さなきゃいけなくて、僕もその成人発達理論とかその人の成長とかをやっぱり、テーマにして学んでいく中で分かってきたことは、テクノロジーっていうものそのものをまずしっかり本質を理解しないと、いろんなテクノロジーが出てくるし発展していくんですけど、結局人間の拡張なんですよね。だからハンディキャップの人が義足をつける、脳に問題がある人に AI がついてサポートするとか、コミュニケーションでテキストにして見える化するとか、いろんなこう、不自由なものを全部でそれを発展させていく、それが結果車にも展開されて、それがデータに変わって循環して危険予知をサポートしたりいろんなことをするっていうようなテクノロジーなので、これは
逆に言うと人間が人間としてもう一度それらを使いこなすために必要なものをもう一度定義し直さなきゃいけない時代になってきてるんだろうなと。で、幸いなことに私たちはそれを使って人とコミュニケーションしたり組織を作ったりコミュニティを作っていくみたいなことを教え続けているのがこのマネジメント 3.0 で、このマネジメント 3.0 は実は MIT そのテクノロジーの、大学が技術も教えるんだけど一方でマネジメントを教えなきゃいけないっていう中から出てきた組織心理学、70年前から1970年代80年代に出来上がった組織作り の考え方なんですけど、これをゲームに変えたのがマネジメント 3.0 なので、70年間変わってないんですよね。その基本を学ぶよ。じゃあ何がちょっとだけ変わったかっていうと、先ほどあったこの世の中が複雑になっている、でスマホで加速している、うんうん、で価値が多様化していく、移ろうっていうこの中にどうやって動的に動いていくものに対して私たちはどう関わると自分たちの、貢献がこうエコシステムになるのかっていうのを教えている、ゲームという中でとっつきやすい学びやすい、学びなので、本来80年代70年代に学んだものを積み上げてきているものを学ぼうとすると100時間とかね、仏教の本だってそれ以上にすごい学ばなきゃいけないこの時代において、彼らオランダ人は2日間という14時間に100時間以上のものを14時間にコンパクトにまとめ上げちゃったんですね。あ、これはすごいパワーだな。で、私自身もこれを使って会社の使命を果たそうとしたり、もっと俊敏な組織に変えようとしたりしたんですけど、本当の意味はだんだん分かってきて、日本に帰ってきて分かってきたのは、週休2日の私たちの国が、彼ら週休もう3日ですから、10年かけてやってきたこの週休3日にするノウハウ、うん、で100時間勉強してる時間ないじゃないですか、週休3日の人たちに。なのでもうコンパクトにどうやってトレーニングしたらいいかっていうと、彼らトレーニングはほぼほぼ全部ゲームなんで、トレーニングを知識ベースで本読んでなんていう時代を乗り越えてなくて、ゲームして体感して明日から使えるものをこれなんだって言って勉強が、並行して始まるみたいな、うんうん、だからもう効果はすぐ出しながらも勉強は後からするっていうモデルに変わってるっていうのに気づいて、私たちマネジメント 3.0 なんですけど、 2.0 は実は週休2日の私たちの今の状態で、週休3日に変えませんかっていう、もっと効率よく価値追求型に変わるっていう 3.0 になってるので、週休2日から週休3日に変わるためのマネジメントのトレーニングだっていうゲームなんだっていうのがだんだん分かってきたので、でメッセージはやっぱり複雑な時代にどうそういう、何とかするマネジメント、状況と目的が変わってきますから、それに合わせてどうやって適応するマネジメントになっていくのかっていうのをゲームを通じて学んでいくみたいな、すごくシンプルで効果的で、うんうんうん、かつ後からしっかり学べるっていう。なるほど。で、僕がロンドンになった時に言われたのは、やす、入り口だから、入り口だから、終わった研修2日間は入り口だからスタートだよって、そこからやらせていただいてますけど、ようやくこれが本質だったんだなっていうのがだんだん分かってきたっていうのが、今年になって一緒にやらせていただいて分かってきたと。なのでなんかどこが変だよというと、給料も、彼らよりも半分ぐらい、週休2日で一生懸命働いてる、豊かにならない、もっと先ほどあったようにつながって開かれて、でもっといいものを作って、日本のスタートアップがこう元気になるような、そんなようなマネジメントが他の人も、自由に使えたらいいなと、もっと広がったらいいなと思いながらシステムアップやらせていただいているというのが今なんです、AI の時代にそのマネジメント 3.0 はどういうふうにドライブしていくなるイメージありますか？僕自身は、AI はまだファシリテーションができない、だから知識はあるんだけど、促すとか問いかけるっていう領域は人がやんなきゃいけない。なので答えはじゃあ聞いてみましょうで、今私たちはワークショップの中でランニングクエスチョンっつって、答え正解のない問いをバンバン10分ぐらい投げるんですよね。どんな個性かって言って 1時間の中で、今までのプレゼンみたいなやつは大体10分で終わらして、あとはワークするんです。で最後にそのワークをどう使いますかっていうのと同時に正解のない問いを投げるっていうのが、1個のモジュール大体1時間
で1時間かける、まあ、7時間で7コマぐらいのモジュールを、まあ、最終的には15コマ渡して、その中でそのラーニングスタイルをどん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 アップデートする。で AI はどうなるかっていうと、おそらくそのデザインとか知識とかの補完であって、あくまで考える、対話するはおそらく集まったみんなと新しい領域を、先ほどあったようにまあアンコンシャスだったり、深い洞察をしっかり自分人間が、まあ、感性で考えた上で、先ほどあったように瞑想しながら新しいものをこう紡いでいくっていう世界は人間しか多分できないので、まあ、その力を信じて対話し続けるってことなんじゃないかなっていうふうに思ってます。 あくまで補完。 ありがとうございます。でそのためには何でかっていうと、すごく忙しい状態を、うん、もっと AI を使って生産性上げて、うん、浮いた時間で対話しましょうっていうのが結論になると。ああ、それって僕らのアップルしたすごい近いんですよ。というのは僕らのさっき言った Zen 2.0 という Zen とマインドフルネスの国際カンファレンスを、やってて、それがどん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 大きくなっちゃってですね、時に100名のボランティアとお客様500名とかで、いろんな国からあのスピーカーのお客様、あのスピーカーをお呼びしたりとかして、ホテルのリザベーションとか、あの、ロジスティックスとか、ウェブサイトとかマーケティングとか、あと、うん、今度、あのドネーションしてくれる企業の営業とかも全部、もうめちゃくちゃ業務が爆発しちゃって、はい、でやってたらみんなボランティアの人みんな疲弊しちゃって、うん、でなんかこう会自体もちょっとつまんなくなっちゃったりとか、うん、クオリティが下がっちゃったりとか、うん、で去年 AI をその組織運営に導入したんです、うん、そしたら生産性が上がって余った時間が、うん、それでみんなでこうみんなでヨガしたりとか、うん、焚き火を囲んでダイアログしたりとかして、いいですね、チームビルディングしてったら、あのボランティアのメンバーもすごい生き生きして、うん、結果その雰囲気がお客様に伝わって、うん、すごい高いあの満足度を、うん、あのお客様からいただいたっていうことだったので、うん、まあ、多分そういう使い方が、まあ、本来の AI の使い方なんだなっていうのは、うん、なんとなく全く何も分かんないでやったんだけども、結果としてはシリアルもう実践されてますねというところの中で、あの一つこの AI の時代に非常に重要なコンセプトのキーワードが、ちょっとそこにあの本があるんですけど、うん、生きがいっていう日本語ですね、うん、そうですね、あの生きがいという、はい、これの茂木健一郎さんという方が、うん、あの書かれている本なんですけど、これ出たのが2017年ぐらいなんですね、うん、それがあのステファンさんご存知かどうか分かるんですけど、この本がこのドイツ語版が、うん、今12週間か13週間ドイツの本の売り上げのナンバーワン、ずっと、うん、今ですか、今、今この瞬間、ドイツ語版がいつ出たんですか、もう2017年で、この半この数ヶ月、多分私は読んだことがあると思います、ね、うん、2017年に出て、なんかこの本当に半年ぐらいでドイツの中で注目されて、うーん、13週間連続し、なんだっけ、ドイツの有名なニューズウィークみたいなのが、うん、シュピーケル、あ、シュピーケルのランキングでずっと1番ですと。僕赴任してたフランス、まあ、ジュネーブだったんですけど、はい、フランスでもやっぱり2016年頃ベストセラーだし、ジュネーブにも生きがいの本ブワーッとなりましたブワーッと、フランスから今ドイツに、だけどなんで 今その言葉が多分この AI とともに、なんかこう AI が来たから来たのか分からないけども、結局生きがいって軸がない限り、 AI をこうバータル的に導入してもそこに逆に時間を費やされちゃう、うん、振り回されちゃう。でも生きがいって軸があれば、その軸を達成するためにこれを使っていくっていう、よくあのトヨタで使われているあの魚のフィッシュボーン、フィッシュボーンずっと同じですよね、このフィッシュボーンの真ん中は生きがいなんです、でこの横の骨はいろんなランゲージモデルの AI だったりとか、画像生成の AI だったりとか、あと音楽生成とか、こういう骨をこう使っていくと、この真ん中の
骨が、うん、こうバチッとやりたいゴールに向かって、うん、生きがいのゴールに向かっていくっていう、うん、まあ、イメージしたのかなっていう、うん、生産性上げてもね、やることがなければ、そうですよね、本質的に何のために現実増えて増やすことなければ、増やす必要がないですよね、意味ないですよね、そこに向かわない、生きがいというのは個人 の, あのライフパーパスなんですけど、うん、企業に当てはまるとそれが企業のパーパスですね、うん、何のためにこの会社は存在してどういう世界を作りたいのか、だからそこがますます重要になってくる、あのマネジメントサンテンスの中にも生きがいのモジュールは入ってまして、うん、その中で言ってるのが好きなこと、うん、得意なこと、社会に貢献すること、あと何だっけ、それで、ああそうそうそう、お金もらうことです、ね、お金もらうこと、うん、まあリアリティの世界を、まあ、カードで向きながら、うん、問いかけられるんですよね、まあアジャイルコーチじゃないですけど、うん、その生きがいコーチがこう問いかけていくんです、あなたの価値観は何ですか、優先順位で並べてくださいとか、いろんなことをやっていく中に一つ一つの単元で得意なこと、好きなこと、社会に貢献することで、その中でこう重なり合ったものをベン図で言うとその真ん中を抽出して、で実際はそれだけだと、まあ、対応して自分なりにこう浮かび上がったもので、それだとなかなかこう分かり合えないというか、私たちはそれをストーリーテリングでこうあの話してみるとか、あるいはそのストーリーの中にどういう生きがいの価値観が入っているのかっていうのをクイズゲームにして、あ、こうやって伝えられると複雑なものってストーリーで語らないと伝わらないんだことを経験していただいて、でそれでも多分わからないので、パーソナルマップとかパーソナルコラボとか、うん、要するに自分を見える化する、見える化した中でこうどうやって人と人がつながっていくのか、やっぱり見える化するとお互いに、あ、いいですねっていう、あの自己紹介ってやっぱり週休3日の国はあんまりもうやってなくて、実はパッと見せた、うん、パーソナルマップ、あのマインドマップを見せて、うん、質問しまくってもらうんですねで、そうすると一気に繋がっていくので、はい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 、その繋がりを力に、はい、まあコミュニティを作ってみたい、先ほどだった、うん、あの新しいものをやってみたいみたいなことでこう豊かにこう関係性を作っていくみたいなワークもあるので、だから生きがいって意外とこう見える化していかないといけないんじゃないかなっていう感じの時代にもしかしたらなってるかもしれない、うん、僕らもそのマインドマップはこの全スキルでも使ってて、最初に自分の人生をマインドマップに書き出してもらって、うんうん、でそれを見てあのいろいろコメントを付箋していくっていう、うん、ああ同じようなやられてますね、そうです、それあのね、今楽天大学ってあるのかな、元楽天、今多分楽天に勤めてらっしゃると思うんですけど、はい、あの中山さんっていう方に教えていただいて、ね、うん、楽天大学、楽天の中の学びの場の楽天大学っていうところの、学長さんやってた、はいはい、あの楽天の人もあのマネジメントサンテンスがいっぱい増えてくれてるので、多分そこの方も、うん、多分なんかご縁があるかもしれませんね、うんうんうん、そうつながってるんですねまあ、鎌倉仲間なんで、ああそうなんですか、鎌倉、うん、またつながっていくと面白いですね、楽天さんはあの楽天の東京の人たちもいれば、うん、あの楽天カードさん福岡の人たちもあのかなり一生懸命取り組んでいただいて、で今度か、ま、あのそこでやっているオフショアのベトナムの方とやっぱり見える化をしたりモチベーション見える化したりしながらこう取る、うん、あの関係性を作っていくっていうようなワークを取り入れていただいてますね、話がもうちょっと、はい、あのまた AI の話に戻りますけど、はい、まあちょっとこれも最近知った言葉で、はい、AI の時代になると結局数字で表されるものとかロジックのものは AI の方が得意になってしまうので、うん、そうじゃない部分がより重要になってくるだろうということで、キーワードとしては非認知能力っていう、うん、キーワードが、まあ、本当に1週間ぐらい前に私は初めて知ったんですけども、その、 あの非認知能力の中にはそのお互いにこう、まあ、コンパッションを持って、まあ、チームの関係を良くしていくとか、
あとはまあそうですね、まあ、思いやり、まあ、コンパッションですね、うん、そういった能力です。さまざまなものが含まれてくるんですけども、いわゆるに一言言っちゃうと人間力的な部分、うん、それは多分あの企業の中の HR の方もどう数値化するのか評価対象にするか分からないですが、そういったの多分いろいろ活動はサーベイされてますよね、はい、サーベイされてると思うんですけど、よりそこがあの AI の登場によってもっと重要になってくるのかなっていう気はしていて、で全スクールでも知らず知らずのうちにそこを高める、うん、さまざまなあのワークとか対話をしてたっていうことなんですね、うん、まあ具体的に瞑想して対話していくっていう、うん、で対話の中からあの、まあ、禅の、 あの中でもあの禅問答っていうのがまああるんですけども、うん、まあ臨済宗の、うん、あの老子様と修行僧の中でこう交わされる対話の中から、うんうん、一人一人の人間性をこう発掘していくみたいな、うん、そういうアプローチで、あの僕らの卒業生でもこう毎月1回こう集まって、あのオンラインだったらここに来て、うん、対話していく中で、その僕らの対話のやり方って独特で、あの特にアジェンダとか設けないですね、うん、今日はどうなのみたいな、うん、アジェンダセッティングしない、うん、あえてで、あの今日どんな気持ち、どんな感じなのって、でもうそしたら勝手にあの卒業生が今こういうことをやってて、ここまで進んでこう課題がこんな感じなんだけどみたいな、で言ってる自分で言ってて自分で気づくんですよ、あそれこれやればいいんだけど、でこっちはうんうんって聞いてるだけの基本的に、もう 100% 聞いてるだけで勝手に自己回答、自己解決してる、っていう、 こうなんか面白い流れがあって、うん、ファシリテーションしてないファシリテーションっていうんですかね、うん、なんていうそういう感じですね、時間かけてこう次々って回す感じじゃなくても場を使うかっていうホールドしとけば、ね、あとは、ね、安心安全なメンバーと心を知れたメンバー、はい、極力こういう場所が重要だもんね、物理的な。そうですね。この音を焚いたりとか、あの音楽が鳴ったりとか、お茶が必要だ。お茶。鳥の声がしてたりとか。鳥の声とか、あの時間帯とか、うん。で、そのセッティングが結構完璧にできると、あとは勝手にチーズが溶けてるみたいな感じで、うん、こう昔あの白隠禅師という方が、あんますごい座禅をいっぱいしちゃってね、座禅病ってなっちゃう、禅病って。うんうん、ちょっと鬱みたいな、その時にやったあの白隠禅師の瞑想法っていうのは、頭の上にチーズを置くイメージをして、うん、それが溶けていくと体の中に、うん、そうすると自分の中のいろんなわだかまりもそれと一緒になって溶けていて、なんか解決していく、溶けていきながら自然とそれがあの最適化して、うん、あの溶けていく、まあ、そういう、まあ、そのイメージなんですけど、わかります、わかります、そういうのか、だから場所とかのセッティングにはすごい気を使うんです、ね、うん、それができているともう大体8割ぐらい、うん、あとは自分で話していく中で解決していくっていう、うん、多分マネージメント 3.0 の中にも要素は結構入ってて、うん、そのまあ、オランダ人が作りましたから、ヒュッケっていう言葉だったり心地いい空間、ヒュッケっていうんですか、言葉があって、うん、要するにまあ安心安全だって言ったりリラックスして、うん、まあ、本来性を取り戻せる、あの瞑想まではやってないんですけど、彼ら自身はそういう空間、うん、家の作り方みたいなことはすごくあの大切にしていて、お茶の時間も大切にしてますから、だからそういう中になんかありそうだなっていう話とか、あのマネジメント 3.0 のベースになっている教え方は実は教えない教え方なんですよ、だからさっきのアジェンダがないのにちょっと近くて、教えないんです、ゲームをしてこれは何だと思う、こういう、例えば権限以上とかモチベーションってどう使うのとか、価値観ってどうやって表現したらいいのとか、こういう複雑な問題ってどうやって皆さんはやってますかみたいな、で実践やってみるとこう感じた、ああ感じた、こう使える、あこういう意味なのかな、
みたいなのがこうやり取りされていく。で先ほどあった中に、自分の意識とか感情に埋めさせるようなやっぱりワークがあって、これはあのヨーロッパの社会でうつ病対策にもあって小学校からやるんですけど、自分の感情を見えるか見せるか、エモーショナルウィールって言って、あの結構 6×6×6、うん、結構な数の感情の言葉を、うん、一人一人に渡さないと、自分の今の感情って複雑なので、それを見える化するトレーニングをすることで、だん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 自分の感情を、まあ、客観的に見ることができたり、説明ができたり、だから感情を扱える言葉とアクセスできたり、そうすると AI に何か自分の感情を込めて何かを解析するとかできるので、でペッパー君の中にも今感情入ってますから、はい、ああいう時代だとすればやっぱ感情をしっかり扱えるようになるっていう、まあ、エモーショナル、インテリジェンスの世界をしっかり、うん、あのベースにした上で、教えない教え方をやってるっていうのが、うん、先ほど言ってるところとなんか共通だなって思ってお話し聞かせていただきました、うんうん、あのやっぱり、まあ、現代特に大人になってしまうと自分の感情を見せるっていうこと自体がある種のこうルールを破る行為、うん、あのになってしまっているので、そこをなんかあの言える時間だけでも、あのずっとではちょっと難しいんですけど、うん、この時間だけは自分の感情を感情を伴わないでこう言葉で表現する、うん、まあ、この場所が伴ってもいいかもしれない、ちゃんと言葉で表現できるっていう場所があるとすごいそれで安心安全になりますよね、うんうん、開かれてきますよね、はい、今 あの子どもたちの学校教育の中でもそれがずっとシール、あの何だ、あの禁止というかあまり好ましくないと思われていたのが、うん、逆にあの新しい シーラーニングっていうのがあるんですけども、それはあの僕の友人 あの妹さんという慶応大学の准教授の方が、うん、あの今アメリカのエモリー大学 から導入しようとしてて、その子どもたちがサークルになって今こういう感情の人は一歩前に出てみたいな感じとか、うん、そういうのを感情をこう表現できる場を一番最初に作ってあげると、うん、あの結構そこで何でも言える関係性ができていくっていう、まあ、感想教育ですね、うん、見る観察の感に思う、うんうん、感想教育ってあるんですね。要するに メディテーションとか使ったりとか、そのエモーションサークル、エモーショナルサークルとか使って、うん、あの感情を表現できる場作りをやっていこうっていうので、あの試験的にあの大日向小学校っていう長野県の小学校が導入してて、うんうん、そこの先生にあの今年、あ去年のゼミ 2.0 とか話をしていただいてます。うん、そういう場作りが、ビジネスパーソンの場でも本当はねあるといいのかなっていうのはあるんですよね。あの前職 JT の時代に、はい、当時日産、はい、ホンダ、富士フィルムさんとかも同じように、うんうん、マネージャーがやっぱりその感情を出せる場所がないと、うん、で会議会議会議で、うん、みんな、疲弊していたところに、うん、私たちも5年間ぐらいやりましたけど、マインドフルな時間というよりは、マネジメントハプニングス、今起こっていることを吐露していく、うん、まあだからいろんな話が出てきますので、組織の課題なんかも出てくるので、うん、でそれを、まあ、30週ぐらいやると。で何十種30種やるかっていうと、まあ、75分っていう決め出し切る感じですか。そういや仕切らないです。あ出し切る、もう出し切る、あのただ出し切るとこう、うん、まあ、3時間ぐらい大体かかるんですけど、はい、端的にそのシーンを切り取って3分でしゃべるっていう、最初はしゃべれないんですよ、だらだらしゃべる、だけど端的にだんだんなっていくっていうトレーニングをして、大体10週ぐらいするとこの時間って何なんだろうっていうのに気づくのが、まあ、10人いたら1人か2人で、20週やるとその言語化しますから、これってこういうことなんじゃない、この時間ってこういう意味なんじゃないかで、3人か4人気づき始める。で30週になると
まあ、半分以上7割8割で262の原則と同じでやっぱり2割の人は気づかないで今こう気づいてきた人が集まって最後自分たちは何をするために存在しているのかっていうので立ち上がる。だから何にもアジェンダなくてもそれを繰り返していく習慣を30週30週の意味はだんだん最近分かってきたのは三日坊主って言葉ありますよね。で七転び八起きあるでしょ。人間の脳ってやっぱり21週か28週繰り返す習慣の中で自然と習慣にされていくで脳が変わっていくっていうのは明確に分かっていて、このプログラムはあのカナダのマイル大学のミンツバク先生がやっぱり役員研修でやってて、それをもっと安価に普通のミドルマネージャーが使えるような対話のトレーニングとしてやっていくと、やっぱり自分たちそのでも問いが30週の中には必ず一冊のビジネス本があって、こういう観点で考えるところがあるのかみたいな、世界とは何かとか、なんかいろんな、段階で自分たちは何かっていうのを挙げていって、ようやく自分たちは何なのかっていうのを見つけるワークの中でやられてる話と、なんか今の、子どもたちの感想教育とかそういうのがなんか根底的なつながってるのかなというふうに思いました。でもそれがあの広まっていかないと AI に食われちゃう人が続出する続出する気がするんですよね。だから そこがなんか心配というか、まあ8割ぐらいは食われちゃうのかなっていうこの間先週でしたかね、やっぱり自動車業界の労働組合の、まあ、総本山総連の方にもお伝えしたんですけど、はい、やはりこう忙しいけど複雑でこの状態をどうしていいかわからない、わからないからストレス解消のために飲みに行く飲みに行くと、パフォーマンスが下がる、睡眠が落ちる、リカバリーに時間がかかるって言ってだんだん生活習慣まで入っていくって、このプロセスそのものをやってきたことを、まあ、やられてる人たちに、いやアルコールのインパクトはどうですかとか、タバコのインパクトはどうですかとか、まあ伝えながらも健康系の理解もしながらもメディテーションしたり対応する時間をすることで実は週休3日に入っていくんですよっていう話をされて、そもそも労働組合が週休3日を議論してないっていうのはなんかこの労働組合で話をする、もう労働組合780万人いる総本山の組合のトップの人たちに話をしてきた、投げ込んできました、問題提起という反応でしたか変わんなきゃいけないんだなってか、議論してないこと自体が、だから AI を使って、まあ、自分たちが幸せになるっていうモデルを作り上げるっていう意味、うんうん、で週休3日にするっていうことで結局リズムを作ったり、さっき言った対話で集まったりっていう場が生み出せるんですよって言って、さっきの、30週の話を加えて、うんうん、相手からそれをやっていくと、うんうん、組織はどんどん変わりますよっていう話をちょっとさせていただいて、なんか通底するなと、 AI を使って対話する時間を増やしましょう、瞑想する時間も用意しましょう、ヨガもしましょうっていう話。もう一つ、日本のサラリーマンビジネスパーソンの中で、まあ昔に比べたら飲む機会が減ってきたと思うんですけど、うん、やめた方がいいなと思うのは、要はストレス解散のために飲むっていう、はい、その習慣が結果としてはパフォーマンス下げることになると思うので、ね、まあ断酒しようとは言わないけど、やっぱりアルコールのもたらす弊害というのはすごい大きいのかなっていう気がしていて、僕も5年前に辞めたんですけど、辞めると本当に実感しますね。爽やかですよね。まあ、爽やかだし、夜の時間が有効に使えるので、うんうん、まあ、飲んじゃうと眠くなっちゃうんですから、その時間が、まあ、あと一応テレビを、まあ、廃止してもう 5年ぐらい、もうちょうどアルコールとテレビ両方とカットしたのが5年ぐらい前で、そうすると夜の時間がより豊かに本読んだりとかできるし、次の仕事の仕込みとか、まあ、完全にねお酒やめろって言っても好きな人もいるからそんな無理かもしれないけど、やっぱり仕事絡みで飲むのはあんまりおすすめしない気がしますね。まあもしミーティング必要だったら
あのスウェーデンの方であのとか、ね、イギリスでもお茶の時間とか、それを別に会社もお金払ってもお茶の時間やっていいよっていうのがスウェーデンの話ですね。そこでなんかみんなスタンディングディスクあって、そこでみんなお茶して、そうですね、あのオフィスの設計がだいたいキッチンがね、うん、真ん中にあったり、そうドイツはだいたい IT 企業はあのキッチンはあの普通です、うん、でそこはみんな一緒にランチ作るとか、うん、だいたいもう全部無料、果物とか、うん、野菜とか飲み物とか、だからそうコミュニケーションとか社交のためにすごくいい、うん、あのツールだと思います。あとコーヒーのとこも一箇所にあるから、ね、必ずそこで交流が生まれるようにデザインされている、うん、そうだからあの変化ですね、あのみんなあの人を変えたいんですね、あのマネージャーとか、はい、だけど環境が変えたら人も多分の行動も変わりますね。これはクワッドレベルのあのチェンジマネジメント専門はあの考えましたですね。それは大事だと思います。例えばもうヨガの場所とか、うん、ね、店の場所を提供したら多分人の心が変わりますね。トルトレイビンは組織開発の父と言われたり、社会心、その自分たちの風土を変えていくためにこう対話をしていく、連帯をしていくみたいな活動をするための、まあそれを人間のこう科学としてまあ考えて、そういう考え方をちょっと入れてマネジメント3点も作られてますし、あの私自身もよく理解したのは、あの夜って基本ヨーロッパに住むと家族と食事をしないと離婚されちゃうんですね。家族に対して子供たちと一緒に、でじゃあその時間でビジネスどうやってミーティングしていくのかっていうと、ビジネスランチがバッチリ3ヶ月ぐらい先に誰と会うかっていうのがバーッと決まってるんですよ。だ当然大きな、ね、イベントとかはあれば、その日はあの家族と食事できないっていうのはたまにあるけど、しょっちゅう飲みに行こうかはないんですよね。離婚されちゃうから。だからこのモデルをやっぱり取り入れると生産性上がりますよね。ランチでいいですよね。ランチで十分だし、はい、ランチをうまく使う、はい、ノンアルコールビアで、そういう感じでいいと思います、はい、アルコール好きな人は飲んでいただいてももちろんいいのかな、分かんないけど、日本の場合ちょっとアルコールはね、あのそんなに強い人が多くないんで、そうですよね。いいですね、ビジネスランチ。ああ、それをしっかりデザインしてコミュニケーションしてますよね。で夜はもう早く帰ると、早く、まあ、定時で帰ると、まあ、定時で帰らないと奥さんに怒られるそういうのがちょっと広めていきたいですね。そうですね、言ってるのは基本的にヨーロッパのスタイルをもっと勉強した方がいいと思ってたり、うん、そう思いますね。アルコールに対するリスクとか睡眠に対する科学とか、うん、そういう教育がビジネスマンの中にないので、うん、ビジネスマンのアスリートですよね、うん、本来ね、パフォーマンスを出さなきゃいけない、うん、だそういう教育がないこの社会において、なんでもっと義務教育からやってないのかみたいなのは AI 時代にもっと必要になってくる、うん、みたいな話に多分なってくるんじゃないかなと。アスリートだったらやっぱり瞑想もやった方がいいと思います。必要ですよね。いい食事、そう、いい睡眠、いい睡眠、これがあればいいパフォーマンスだと言ってますよね、はい、ステファンはどう思いますか。マネジメント 3.0 に12ステップありますね。そうですね、12ステップの幸福は、そうね、うん、睡眠版も一つ、あとハイキング、あの自然に行くことが大事ですね。瞑想もあるよね。瞑想もある、いい食事とか、そうですね、まあ、あのマネージャーは多分大事なことが分かることが必要と思いますが、あの人はあの中心ですね、あの組織は人で作られたんですね。だから例えばアンフィックスはもうちゃんとが、アンフィックスはあの組織のモデルですね。そこは本当にあの、ニコニコマーク、あのアイコンが入っています。だから人がニコニコマーク、いや、スマイリー、スマイリーですね、あの人、あ、顔が、そう、ちゃんとが入っています。それは他のモデルが入ってないですね。それはすごく重要だと思います。うん、今言ったプログラムはどんなプログラムというか、マネジメント 3.0 っていうのは組織を運営するための、まあ、考え方です。ですごくいいんだけど、あまりにも今までの社会と全然違うと。で、良薬なんだけど、まあ、逃がしっていうか入らない。なのでオブラートを作るためにリーンチェンジという、その何のために変化というのを起こす、変化とはどういうものなのかというのを理解した上で適用していかなきゃいけない。
それでもうまくいかない。ドイツの人たち、オランダの人たちが考えたのが、原因は分かったと。組織はハイラルキーで、機能最適型効率型組織になっているので、これを何かを作るという目的で組織はできてデザインされていると。なので今の組織があるんだと。販売から、営業から、製造から物流からっていうこうつながってるんだっていう話があるのと同時に、もう一度価値を中心にもう一度デザインをしていくと、機能最適型から価値創造型に変えない限り、自分たちに本当に必要なのか時代に適応していくのかが議論できないので、あ、これが実はドイツの社会も日本の社会も共通で、それを壊していかない限り、自分たちがこうシフトしない限り、物の見方を変えない限りうまくいかないんだ、先ほどあった認知を変えない限りいけないんだって言って、もう一度ゲームを作ろう、変えるとかマネジメントを良くするっていう世界はまあ基本として理解はしてるけど、本当に必要だったのは価値とは何か、自分たちとは何かをしっかり言語化したりするために、それをまたゲームにしたんですよ。うーん、ゲームの違いです。全部ゲームにしてあって、うん、パターンランゲージでいろんな意思決定はどうなのかとか、自分たちの必要な顧客が求めている、まあ、貢献とは何かっていう、まあ、25種類ぐらい の, その欲望と煩悩の世界を明らかにして、そこから私たちは何を売ってるのかをこう見える化していきながら、まあ、変えるという前に新しい価値で自分たちの価値って何だろうっていうのをゲームにしながら一回診断するツールがゲームとしてあって、それを彼が今言ってました。うーん、やっぱりゲームというのは重要なんですね。ゲームでないと、まあ、気づけない。あ、まあ、なんかこう本とかじゃなくて、ゲーム、そうだから5本と知識だとやっぱり 10% だったら AI の世界なんだけど、おそらくそこで感じる五感とか、先ほどあった瞑想とか、今まであっって気づくその瞬間が実は本当のラーニングのスタートで、それを生かして対話してその学びをまたより深く、まあ、その時に AI とかをいろいろ知識を補完していく中で体験がまあ言語されるみたいな、それをなんか狙ってるみたいな、うん、教えない教え方をまさに実践してるっていう感じなんですね。いいですね。教えない教え方っていうのが一つキーワードかなと思って。あ、本もありますね。英語の名前は何て？Training from the back of the room っていう本は今年はあの日本語版で Training for Training from the back of the room。 back of the room。 そう、あの部屋の後ろから研修やります。なるほど。2001年に出た本なんですよ。日本に入ってこなかったんです。誰が書いた本？ブラウン、なんとかブラウンだと思います。でそれをこの間日本人がクラウドファンディングして日本語化してくれたんですよ。ようやく発売、うん、なのですごく分かりやすい。何人の方が来た？それはアメリカからイギリスで来ました、うん、それはもうマネジメントサテゾとかリンジネジメントのファシリテーションスタイルです。実は、うん、発表とか教えればちょっとだけでワークとか議論が80% ぐらいですね、うんうんうん、でリフレクションというかそのラーニングクエスチョンがあって終わり。あ、結論みたいなのはなくて自分たちでこうリフレクション。そうそう、自分であの答え見つかる、見つかります、うん、まあ、ちょっとコーチみたいなアプローチですね。そう、私のビジネスパートナーもあのパーソナルコーチですね。でそのコーチもあのやり方もあの答えが教えなくてあのそのプロセスのガイドしますですね。あのリードします。自分の答え見つかるためにみんな自分の答えあのさっき喋ったら、ね、自分で分かっちゃうみたいなね、結論出しちゃうみたいなことを実は入ってますだけどあのアンコンシャスね、あの、無知知識あの無知の知そう入ってますけど、うん、そうあその出るためにあのテクニックがありますですね、プロセスがあります。うーん、それは AI は多分まだできないですね。だけどその発表のパーツは多分 AI ができると思います。うん、でもなんかこう、まあ、いくつかのお話を聞いて思ったのはなんかその、まあ、ヨーロッパが多分中心なのかな、そのヨーロッパを中心としてなんか東洋的な思想が少しこう近寄ってきている。うん、彼らが学んでますよね、うん、日本から。
すごい学ぶ、日本とかと老祖室と中国の、はい、タオイズム、はい、タオイズムとか全部学んでますよね。インテグラルにしてますよね、うんうん、でそのもしかしたらオリジンかもしれない日本人はヨーロッパの方ばかり見てるっていうか、古い、古いヨーロッパ、古いアメリカ、まあまあアメリカのフレームワークとか知識をなんかコピーしてきて劣化したものを一生懸命作って、ね、自分たちでカチカチにしちゃってもう身動きができなくなってったり、そうですね、フレームワークの海に溺れてると思いますし、その下にある原理とか哲学っていうところまで掘り下げて自分の言葉にアクセス、さっきのアンクションコンシャスに対して自分でアクセスをして、そこをきちっとくっつけた状態で、まあ、生きがいビジョンで生きていくみたいな感じの世界が多分、まあ、人類のちょうど発展のタイミングで AI で生産性50倍になりますから、あの同じような産業革命なので、その中でどう豊かに生きていくのか、エコシステムを使って作らないものを作らずにどうやってこう循環させながらこう知恵を高めていくのかっていう時間にかなり投資することで進化するんじゃないですかね、人類が。なんかそんな時間のような気がしてますけど、そこに多分ほとんどの人がまだ気づいてないっていうところが、うん、今のこの時代、うん、2024年の今日5月29日あ今日30日ですね、がほとんど気づいてない気づきましょうみたいな。そうですね、だから教えない教え方で、はい、まあ、気づいてもらう、あるいは問いを投げ続けるような習慣をこう、はい、皆さんにお届けすることで、多分全スクールも同じように皆さんの場を作って問いかけ、まあ、場を作りながら自分たちで自分たちでこうコーチング、グループコーチングできるような状態に、まあ、している状態が、まあ、昔に戻ってる感じですよね、うん、こうキャンプファイヤーしながらインディアンがやってたのと全く一緒の話で自分たちは何が起こってるんだって言ってトーチを回しながら話しているのとほとんど一緒なことを、そのものが日本が、あ、人間がやってきた営みに、うん、まあ、縄文時代に戻っているんじゃないかなというような感じがします。なんかこうゴールセッティングみたいな考えがもうちょっと古いっていうか古いですよね。だから逆にだってここにゴール設定したらもうそれを超えられないんです。そうですよね。だから自然にこうスパイラルアップしていくとそれははるかに超えたものになっていく。僕最近その議論した時にゴールセッティングじゃないですよね。今有意識のコミュニティでやっぱ議論してるんですけど、そう、有意識はゴールではなくて、うん、やっぱグランディングだと、うん、やっぱり最近が出てるのはやっぱアンカーをどうやってこう下にこう地面にしよう、うん、足をつけるかっていう方がやっぱり重要で、うんうん、ゴールは勝手に立ち上がってくるから、うん、でどんどん移ろうじゃないですか。だからやっぱりそこにあるグランディングがいかに重要なのかが生きがいでおっしゃってたその軸となんかあったりかなと思ったりもします。ゴールは古くて、うん、やっぱりどうやって深く自分の生まれた意味に問い続けられるかっていう、うんうん、上じゃなくて下っていう感じですかね、下に打ち付けていく感じですね。自分の軸だったり宇宙とつながってたりっていう世界、まさにマインドフルな世界とつながることなんじゃないかなっていうのがだんだん、うん、あの瞑想しながらでも多分そこに答えがあると一緒だと思ってるんですね。たまたま今年の禅 2.0 のテーマが大地に座すっていう、おお、まさにそれです、それです、それです。でタッチングディアースっていうテーマなんですけど、うん、土とつながることで、大地とつながることで、そのこのものすごい流れの速い時代を、うん、自分の軸を立てて進んでいきますっていうことがテーマなんですね、うん、でたまたまこのテーマをあのセッティングしたら、あの私たちも同じようなことを考えていたっていうのは、割と他のコミュニティもいっぱいいて、うん、でそのなぜか女性がすごい興味を持つ土っていうのが、うん、母なる大地ですからね。土作りとか、なんか最近あの、うん、ガーデニングやってますとか、うん、あの庭で野菜作ってますとかね、うん、あとこう、大地の再生っていうムーブメントがあるんですけども、うん、こう
荒れてしまった山にあの気を通す、うんうんうん、気を通すなんかこう穴を、なんかこう穴というかこう溝を、ね、壊していきますよね。缶を通して空気を通すと、うんうん、そこから一気にあの木が変わっていく、山の木が変わっていって、うんうん、で再生していくんですよね。そう、その何も具体的に物理的にあんまり関係ないなと思われるような、単に風を通すだけで山がすごい過ごしやすい空間になったり、うん、虫がいなくなったりとか、うんうん、あ、いろんなことが起きるらしいんですけど、そういったことにもあの興味を持つ女性の方もいるんですよね。うん、あの逗子とかも結構大地の再生やってましたね。あの星山っていうあの山があの、うん、逗子の方に、葉山の方にあるんですけど、うん、そこを大地の再生したりと。今度我々の、まあ、メンバーでリトリートというか、はい、やっぱり私たち定期的に逗子海岸から江ノ島見て、富士山見てって、この延長路線上に古墳があるんですね。でそれが2007年ぐらいに見つかって、でようやくこう公園として整備されて、うん、そこは実はすごいパワースポットで、逗子葉山ってものすごい力持ってるっていうのはやっぱり線で引くとすごいところだから、縄文時代からやっぱりそういうところに皆さんが住んでらっしゃって、パワーを感じて、まあ、自然と今も皆さんいろいろ集まってきてるんですけど、あ、そういう場所だったんだっていうところで、7月15日にじゃあそこを見に行こう、だからパワーを持ってる人同士とかパワーをもう一回感じ直して、で富士山見て江ノ島見て逗子海岸見て、あ、これを1万年前からみんな見ていたんだっていうところをもう一回アクセスしてみたいなというのは、あのイベントを企画したので、もしよかったら皆さん、あ、はい、逗子海岸に発見されたんですか、古墳は。古墳はあのなんか、持ってらっしゃるところを掘り返していったら、そこから縄文土器がどん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 出てきて、ここは古墳なのかって言ったら、やっぱりあの輪郭を聞きていったら、うん、だんだん分かってきて、あ、2つもある、1号古墳2号古墳で、延長路線上の先に富士山があるっていう、すごい線をちゃんと結んでパワーをしっかり受け止めるようなやっぱデザインをしてきた。おお、いいですね。すごい場所なんだなっていうのが改めて。なるほどなるほど、ちょっと そちらのそちらの方の話もう一回ちょっと AI の方に戻る。はい、そうそう、あのそうですね、そろそろあの時間もいい感じの時間になって、なんかちょっとこう話をこうまとめていくというか、うん、収束の方向にしていきたいんですけど、やっぱりあのさっきも何回も言ってた、そのまだ多分気づいてる人はほんの一握り、その AI の時代にどうやって生きていくか、でそれをじゃあ例えば僕らみたいな小さな活動をしてね、あのしてるのもいいんだけど、なんかこのままいくと多分人類の 98% ぐらいがもう AI に飲み込まれていくっていうか、うんうん、あのなっちゃいそうだなっていう、まあまあ、僕らみたいなこう瞑想したりとか対話したりって、すごいほんの一部のビジネスパーソンでさえほんの一部の人たちだと思うんで、なんかちょっとそこをこうもっとインパクト広げていくみたいな、そういうなんかアイデアとかありますか。うん、ワークハピネスをする人がもっと増えてインパクトを作るっていう活動は、なんかアイデア、ビジネスアイデアとか。ああ、そうですね、いや、やっぱり最初はみんな自分のあのマインセット変わった、あの相手のマインセットじゃなくて、自分あのどう私はもっといいリーダーになることができるか、もっといい生活を作ることができるかとか、いい仕事を作ることができるか考えて、自分のマインセット変わったら多分周りの人も変わります。そしてそう、最初は自分がハッピーになることが大事だと思います。それをこうインパクトをこう広げていくために何かこう考えているアイデアありますか。そうですね、まあ、あの大事だと思います。あの、コンプレクシティを分かることになります。あの世界は複雑な世界です。それはあの日本は特にあのちょっと
みんな難しいです。海外はもっと人が分かってます。でそれ分かって多分いろんなことが見ることができると思います。自然と周りのところシステム設計もそうだし、まあ一回多分みんな窮地に追い込まれないと学ばないと思うんで、一回落とされてみるっていうか、あの AI でもみんな疲弊してみる、疲弊してみる。使いこなす、まあ行くしかないかもしれませんね。使いこなす人はほんの数パーセントになっちゃうんです、うん、そうすると 98% がもう振り落とされる、もうメルトダウンする、もう賃金がめちゃくちゃ下がったりとか、うん、仕事がなくなったりとか、うん、でそこから立ち上がってくる、うん、AI に使われるんじゃなくて、うん、いかにそこを自分たちで作っていくかっていうのは、うん、一回こう加速主義でこう一回ダメになってみるっていうしかないのかなっていう、ちょっとそういう あんまりポジティブじゃない発想、うん、デスパスですね。デスワールドパス、一回他人に入っているっていう、うん、はい、まあでもそういう人もいるでしょうね、うん、私たちもやってるプログラムでもこう落ちちゃう人もいるし、うん、上がってくる人だから何が違うのかっていうと、やっぱりマインドセットのチェンジを先にする人は、うんうん、要はもう気づいてて、今だと移住したり、畑と自然と働き方をもうやりながら、うん、もうそういう自然と触れながら自分の活動をリモートでやってる人たちがもう現れているので、おそらくさっき言ってた、うすうす気づいている状態を言語化してあげる人たちが多分一番、うん、でそれはやっぱり私たちはどういうインパクトかっていうところで言うと、やっぱりリトリート、日本のやっぱりリトリートをしっかり海外の人たち、今だとベトナム、この間彼は行ってきて、うん、私たちのマネジメント 3.0 のやっぱ共通言語を持っている人たちは同じようなマインドフルな状態でやっぱりトレーニングしているので、そういうネットワークはもう世界中80カ国にあって、もう10万人受講してますから、こういう人たちがつながっていくことで多分インパクトは、要するに言語化できる、要するに同じような言葉ができる、組織作りももう共通言語になって80万人10万人受けて、80カ国10万人受けてるってことは、同じようにマネジメント 3.0 でコミュニティ立ち上げてマネジメントして人をケアしながら価値を出していくっていう、この方法論そのものは多分ポータブルになっていくんですよね。ただいかに素敵な場所、例えば鎌倉だったり葉山だったり津市だったりが持っている力を私たちの活動の中に、やっぱり自分たちが楽しんだ場所にみんな来てよって言って、今やられてる全、カンファレンスだったりいろんな人を呼び込みながら伝えてるのはもうすでにミキさんがもうやられてると思うので、それに皆さんの力をもっともっと結集していろんな人がこういろんな、活動の中でこうつながっていく、この場の持ってる力も引き出していくような感じが一番インパクトがあるような気がしますけど、来ていただければもう分かりますからね、この空気感っていうのは、ね、鎌倉にも来ていただきたいですし、それこそオランダとか、ね、うん、ベトナムとか、いろんなところにネットワークありますからね、皆さんで行ってみんな対話していくみたいな、うん、そういうコミュニティを世界グローバルレベルで作っていく、そうすると自然と先ほどあったように新しいものが立ち上がってくる、うんうんうん、っていうのは私たちはもう実感して経験してるんで、まあ、それをやっていくっていうこと、そうですね、日本人でもそのやっぱ語学の壁っていうのが、うん、ハードルになっちゃいますよね、うん、だそこが多分そういうところに初めて AI を使っていけばいいかなっていう、うん、気はするんですよね。そうです、ただやっぱりこう、一回大変なことになる可能性もあるかなと思って、うん、特に MBA 進行者の方たちとかね、うん、そこはもう破壊されるでしょうね。そこがだってもういらないもん。そこが学んでる時間がもったいない。そこがその、うん、まあまだまだ日本はエスタブリッシュメントは MBA 進歩な感じの会社が多いですから、どうなっていくのかなっていう。でも一方でアンチ MBA のね、フラッグシップのミンツバーグの先生が言っているさっきの対話、でコミュニティリーダーシップみたいな話をやっぱり最先端のやっぱりパワーだと言っているので、おそらく進化は気づいてる、
賢者は気づいている、うん、だからそれがまだ入ってきてないってことは多分ビジネスモデルでブロックしてる感じはなく、ビジネスモデルでやっぱり業界がそれでしか稼げないと思ってるから、一回破壊され、私は業界、あの塾業界とかあの知識導入業界は一回、まあ、クラウドに行くと思うんですけど、その後破壊されてしまえばいいかなと思います。それよりは勉強する時間あったら遊んだ方が絶対いいですから、はい、でそれが欧州欧米のやっぱりラーニングスタイルになってるので、うん、要するに学び方をもうアップデートしなきゃいけない時代をもうすでに実践されてる人から、まあ、発信していくと、今やっていることが実は欧州欧米の教育とほとんど変わらない、うん、日本はあまりにも古すぎるっていうところをなんか乗り越えるためにステファンは来日したんじゃないかなと思ってるので、フランシスコ・ザビエルだと僕は思ってるんですけどね。フランシスコ、うん、あ、じゃあそういう意味だと僕の祖先はあのパウロに来てたのキリスト教の当時広めた宣教師の一人だったんです、ね、あの秀吉に長崎に連れて行かれて、うん、こう貼り付け、キリストと同じように貼り付けされてしまう、バテレン、そうそうそう、でも今の時代だったらそういうのをあの乗り越えて、うん、広めることができますよね、思いますので、同じようにぜひ志一緒に一緒にやっていきたいと思います。であのやっぱり日本が本当に持ってたものっていうのを誇りを持ってアメリカとかヨーロッパ他の国に広めていくっていうのも重要だと思っているので、まあ、そういったところでもご一緒できるとはいなと思います、はい、ということでちょっとあのかなり時間がオーバーしてしまいましたが、これにてちょっと結論見たものはあんまないですけど、はい、なんか一緒にやっていきましょうぐらいな感じで、はい、はい、今日どうもありがとうございました。お二人ありがとうございました。ありがとうございます。すごい楽しかったです。楽しかったです。